はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、やっと届きました。まあね、前回にも、お伝えした、ワンピースのね、アドバージモーション、あちらのこのゾロ、こちら、はい、このね、口がえぐれてるゾロ、このえぐれゾロをね、まあ前回の動画でね、話した通りね、次の日に、バンダイさんに電話したんですよね。そしたらね、普通に夏休みでした。普通に夏休みでしたわ。なのでね、もう、ね、休み明けの、月曜日、今週の月曜日か、に電話して、で、まあ、行ったんですよね、お客様サービスセンターに。そしたらね、一応まあどういう状況で、どこで買っていつ買ったかっていうのをね、すごい詳しく聞かされましてね、聞かれましてね一応ね、まあどこどこで買いました、いつ買ったか、定かじゃないけど多分いついつ頃ですっていう感じでね、で言いました。でそしたらね、まあ早速ね、代替品をお送りしますと。はい、でね、その代わりへ届きましたら、あのね、この不良品、喋りすぎだってめえは、このエグレゾロピントが合わなくなった。はい、このエグレゾロね、これを送り返してくださいと、着払いで。はい、ということでね、それがやっと届いたんですよ今日。はい、こういう感じで、はい、もうね、着払いの、伝票と、普通に箱で送られてきました。はい、いやー、まあ送ってくるのは2日後って感じでしたね。月曜に行って水曜日に届きました。はい、まあなかなか早い対応だとは思いますね。では早速ね、こちらのゾロちょっと見てみたいと思います。はい、はい、一応ね、袋から出したら、まあ、手紙が入ってましたね。せっかくお買い求めいただいたにもかかわらず、ご迷惑をおかけしましたと、お取り替えの品を送りいたしましたのでお受け取りください。で、同梱の返送用伝票に、封筒ご利用の上ご返送くださいと。はい、で納品書でゾロですね。はい、0円、まあ当然ですね。はい、という感じでね、これがこれは未開封なのかな、開封して確認をしてないのかな。そうですか。ちょっと、まあ、自分はね、下から開ける派なんで、ちょっと下から開けてみたいと思います。はい。開け終わりました。はい。ではね、早速、これ、中、見ていきたいと思います。今度はちゃんとしているか。あ、ガムも。ガムもちゃんと入ってる。あ、よし、行くぜ。はい、こういう感じ。ゾロどうか、行くぜ。ちょっと開けましょう。はい、ではね、見ていきましょう。はい、おお、今度はちゃんとできてます。はい、当然だよ。特に問題はないですね。いや、これで問題やったらもう、いつになったら手に入るのかって話になっちゃうからね。
問題ねえよ、うん、ちょっと比べてみますか。ほらこのえぐれっぷりっすよ。えぐれっぷり。しかもなんかこっちなんか色も濃いね、あの線の太さっていうのかな。いやあ、やっとちゃんとしたゾロ届きましたね。うん、なんかやっぱ線が濃いわこっち。全然ちゃうやん。なんか黒目が、うん、じゃあね早速、届いたの組み立ててね、見たいと思います。はいはい、組み立て終わりました。見てみましょう。かっこいい。いややっぱこうじゃなきゃね。いやかっこいい。手がプルプルしちゃって、いやこうじゃなきゃね。いやーやっぱこれはいい、うん、いやかっこいい。いやいいね。いやよかった、やっとまともなソロが来てくれました。はい、よいしょと。ではね、このめちゃくちゃおかしなゾロ、これはね普通に、箱に、戻しまして、これねこう戻しまして、普通にまあこれで来たんでね、これで返そうかと思います。この中入れて、この中入れて、で、届いた時に入っていたこの段ボール、段ボールに入れて、返送したいと思います。封筒って書いてあったんだけどね、別に封筒じゃなくてもいいよね、うん、届けてきたもので送り返せばいいと思います。はい、ではね早速、明日にでも送り返してね、こんなひどい状態のものが流通しちゃってますっていうのをね、お伝えしてね、まあ、今後のね製品の、製造とかにね、ちょっとでも、うん、なんかね影響が及んでくれればいいなと思いますね、いい方向でね、うん、ということでね、まあ、ラストはまあこのねソロ単品ですけれども、回転台座で回して終わりたいと思います。ではね今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。